皆さん、こんにちは。健康の時間です。最近、まだ電車のあ殺人事件は、まだ増えています。京王線、最近、若者、服部さんかな。また殺人未遂、逮捕されて。8月は、多分、小田急線かな。 同じのような事件で、あるいは若いのお母さんとか、自分の子供、あるいは赤ちゃん、虐待、あるいは殺害のことも最近もよく出ています。若いの夫婦、子供の虐待、あるいはもっと先に前の何年、駅の前の 無差別の殺人。秋葉原、大宮、他の駅も。こういうの現象どんどん出てるは、実際、多分日本だけじゃなくて、先進国はほとんどそういうような状態は増えています。もちろん、世論はいろいろ心配で、どういうふうにそういうことを防ぐ、防ぐで、 警察も警備員もというふうにそういう守るの技術あるいは体制は作ってやっぱりこの中に一番重要なのは人間の教育ですなぜそういう若い人はこういうような現象を起こってそういうような犯罪は起こってるやっぱり根本的には社会に対してあれは自分生きてる 自分は仕事で失敗で自分に対応する能力はないです。あれは人間はまだできてないです。まるでまだ子供の時代のようなの。でも今の現代の社会は仕事もうまくいけない。友達は失う。だから自分は生きているのそういうようなの意味。 そういうの自分の存在感あるいは希望はなくなった。だから生きて、あ、したくない。でも生きしたくない自殺の勇気もない。だからこういう事件作って、作って、そうするとマスコミとか裁判でも死刑でも有名にもなる。 これは大体電車と駅前の殺人件は大体そういうの。子供に対してでは、やっぱり、例えばお母さんは、こういうお母さんはまだ自分、お母さんのようなの素質は心と能力はまだできてない。あるいは根本的に言うのは人間はまだできてない。だから子供を育てるは、そういうの能力と心はまだない。 そうすると無理でやるとそういう状態になります。だからこれに対して、この社会現象に対しては、重要の一つは人間の育てる。この人間の育てるは、実際もちろん、あとは学校とか何かとか社会からのそういう重要ですけど、一番の重要はやっぱり家庭教育です。よくそういう話は、 お母さんは人間の第一名の初めての教師です。生まれてから、赤ちゃんの時代から、子供の時代、家庭は特にお母さんはどういうようなの影響、どういうようなの、あの、影響と教育、非常に子供の将来に、この人間人格に非常に強く影響しています。 もちろんお父さんも、あの、そういうの影響。でもやっぱり子供赤ちゃんに対しての存在感は、やっぱりお母さんは一番です。だから、実際は次の時代の子供はどうなるまず上の時代はの人間はどうなるは、非常に重要なこと。もし分析してみたら、もし興味持てる、あれこういう関連の仕事の人たちは、調べたら、 大体問題を起こすの、そういうようなの、青年、少年は、やっぱり家庭は大体問題あります。その教育は。未熟の、実際の親は、当然に未熟の子供を育てる。だからまず、子供を生まれたい、家庭を作りたい、あるいは育てたい人は、まず、親の方は、まずしっかりで、自分に、 あの、まず人間はできて。こういうできる方法は、もちろんいろいろ勉強、仕事の中に自分見合いで、子供は少し遅くでも、まず大体いい自分のしあ成長したら育てて、そうすると、あの、そういう能力があったら子供生まれる考えでいいかもしれない。もう一つは、やっぱり今社会の中に、いろいろの修行とか、訓練とか、 練習とか、そういうようなのところあります。その中に、多少的に自分の多分、心とか、体とか、あるいは人格的にとか、そういうの、修練のそういうところあります。もしわな分からなければ、うちの少林寺機構の教室は非常に、それに対して、いろいろ面でのいい方法はあります。ぜひ、皆さんに役に立つように、 実際この中に、一般的な訓練もより、本当は潜在意識の教育は非常に重要。あるいは人間の意識、真相の深いのところから育てる。自分自身の人間、人格を、あるいは精神レベルを変える。そういうようなのは非常に重要。昔は普通のような皆さん言うの、修行のような形で。 でも今実際教室の中に、普通はたち気候練習、呼吸したり、ポーズしたり、特に自分の意識、イメージしたり、そういうの特に深層意識まで、深い瞑想まで、そういうやるは非常に役に立つ。この2、30年間のそういうようないろいろな証明はなりました。だからぜひ皆さんに役に立つように、